現在の状況確認のためブリーフィングを行う。現在地エリシオン第三二系研究所は6時間前に約200機のラプチャーに襲撃された。その中にコードネームウルトラが4機確認されている。あいつか。つまり大規模というだけでなく上級の個体が多数集結していたということだ。計画的な進行だったとも言えるだろう。フェアリーテールモデルを狙ったものだと考えていいですよね。ああ、明らかにそうだ。まず施設は完全に壊滅している。人員及びニケは全滅。まともな抵抗さえできなかったようだ。製造中だったフェアリーテールモデル2機は大破。ここまでする必要があったのかと思うほど徹底的に破壊されている。悪意さえ感じられるほどだ。ただ完成済みのシンデレラが行方不明だ。専用武装であるガラスの靴も発見できていない。生きているということですか？不明だ。どこかで死んでいるのかさまよっているのか。それと、見せた方がいいと思います。そうだな。君たちも事態の深刻さを知る必要がある。こちらだ。移動しよう。なんだよこれ。面妖極まりない。ラプチャーの部品がニケに刺されているのですか？いいえ、よく見てくださいラプンツェル。融合しています。この方はまさか生きているのですか？いいえ、死んでる。外傷はなし。ショック死ね。それと決定的なのは、生きていますね、ラプチャーだけが。ということは。ええ、詳しくはよくわからないけど、ラプチャーがニケと融合を試みて、その過程でショック死したみたい。明らかにラプチャー主導の行動とみて問題ないはずよ。ラプチャーどもが妙な真似を始めたということだ。侵食のことといい、尋常ではない。 VTC に報告します。ああ、私も上層部に報告する。これこのまま放っておくのか？ああ、生きているラプチャーは重要な手がかりだ。少しは調査に役立つだろう。私たちは今日ここに滞在し、上層部がこれを回収するまで待機する。じゃあその次は？シンデレラと合流してから軌道エレベーターに行く予定だっただろう。でもシンデレラが行方不明だ。そいつを探しに行くのか、それとも私たちだけで軌道エレベーターに行くか。その点についてはリリスと検討する予定だ。病床には伝達する。 OK、 了解。妙ですね。何がだい？侵食の時もそうでしたが、最近のラプチャーの行動は不可解です。ドロシーもそう感じたのですね。ラプンツェルも。はい、侵食もそうですし、先ほどの融合も。ラプチャーの立場から考えてそのような行いをする理由がありません。事実上ラプチャーは人類を相手に絶対的な優位性を持っています。大きな変化がなく、このまま戦争が続けばラプチャーの勝利は決まっています。にもかかわらずこのような行動をするということは。聞かせてくださいラプンツェル、あなたの考え。もてあそばれているようです。勝者が敗者をもてあそぶ、
そのような悪意を感じます。同感です。鼻持ちならん連中だ。おごる者たちは敗者に首を叩き切られる。まあ見せてやろうぜ、私たちが。おちびちゃん、さっきから何を一人でもぞもぞしてんだ。あ、孤立してしまった時に備えてシミュレーションを作ったんです。なんだ、ゲームじゃんか。こんな短時間で作ったのか。一回やらせてくれよ。ゲームじゃなくてシミュレーションです。私がいつも聞いてるやつ BGM に使わないか。ジャンルが全然違います。ほら、ジャンルってことはやっぱゲームだな。うん、いいから1ゲームだけやら。くっそ、頭が痛え。レッドフード、ひとまず寝かせましょう。大丈夫だ、たまにこうやってひどくなるんだよ。おちびちゃん、こっちへ来な。手を握ってく。私は外に忘れ物があるので。あいつ、喋らないで横になってください。スノーホワイトは私が連れてきますから。いや、私が行こう。二人はレッドフードを見ていてくれ。はい、わかりました。おい、ケンナ先生、スノーはまだ子供なんだ。あんまり責めんなよ。もし手でもあげたらぶっ飛ばす。覚えておこう。シンデレラを探しましょう。こんなことは言いたくありませんが、私たちだけでは勝算がなさすぎます。シンデレラが生きているという保証は？現在地はどうやって調べる？ひたすら捜索するしかありません。どれだけかかるか、無事に見つかるかは分かりませんが。うん、リリス、私たちには時間がない。レッドフードには、でしょ？そうだ。レッドフードにいい最後を迎えさせるために七まで出向けと言うんですか？七ではない、私たちは勝つ。指揮官が根性論者だなんて今になって知りました。上層部から命令が降りた。レッドフードを処分せよ、だそうだ。こういう時だけ決定が早いですね。侵食についてはまともな情報がない。不安要素を抱えたくないのだろう。それにレッドフードはゴッデスの一員だ。勝利の象徴たる女神が侵食に汚染され倒れたという話が広まれば、士気が致命的に低下しかねないという話だ。処分するために戦死させろと。そうだ。ひどい。ああ、正直よくわからない。どうすることがあいつにとって一番いい終わり方になるのか、私たち自身も。指揮官、私たちが初めて会った時のこと覚えてますか？もちろんだ。金になるなら何でもする汚い傭兵だと言われたな。そこまでは言ってません。あの時の指揮官は、なんというか野生的な魅力があったみたいな。今は大人の魅力にあふれているだろ。上の命令は全部無視して自分のやりたいようにやりながらいい結果を出してきましたよね。そのおかげで私たちはここまで来ることができました。私たちは指揮官を信じています。だからやりたいようにやってください。だいたい今さら上層部の命令なんてそんなに大事です？それもそうだな。
私は何も反対しません。やりたいようにやりましょう。じゃあ少し泣いてもいいか。それはダメです。失礼するよ。あ、はい、グレン。なぜ逃げたんだい？逃げただなんて。外に忘れ物をしていたから。ならば見せてみるがいい、君が取りに来たものを。なぜ逃げた？私はレッドフードが最後を迎える時、そばにいたくないんです。もし私がレッドフードを撃たなきゃいけない時が来たら、私は耐えられないと思います。想像もしたくありません。であれば、なぜレッドフードが故郷に帰ることに反対した？それは私たちと一緒に最後までいてほしくて。実に勝手な物言いだな。レッドフードの最後は見取りたいが、それに関わりたくはない。レッドフードは君にとって何だ？ただ楽しいことだけをする関係かね？彼女が君にとって心から大切な人だというならば、たとえその最後が楽しいものでなくとも、ましてや醜いものであろうとも、最後まで見届けるべきではないのかい？さあ戻ろう。戻ってレッドフードに顔を見せるのだ。はい、ありがとうございます、グレン。抜け抜けと。己が果たせなかったことを人にはよく言えたものだ。